エドワード・ザンゲオは、ウェセックス朝のイングランド王。エゼルレッド2世と2度目の日、エマの子。エドマンド2世のイボテー。聖公会、カトリック教会で成人。時代のハロルド・ゴドウィンソンが即位後間もなく戦死したことから、実質的にイングランド王国を統治した最後のアングロサクソン系君主であると言える。ザンゲオは、コンヘソルの定役だが、これは、 カトリック教会で、殉教はしなかったが、迫害に屈せず信仰を守った、聖人への称号の一つで、日本の同教会ではこれを、赤子聖者と訳している。そこから、近年では、赤子聖王、または、赤子聖者王と表記する書籍も多い。2013年、デーン人のデンマークノルウェー王スベン一世の侵略を逃れ、幼くして、母、エマの故郷ノルマンディーの宮廷に亡命する。 4半世紀をそこの修道士たちと過ごし、ノルマンディの風習を取り入れる。1041年、イフテイであるハーディカヌートに招かれて、共同統治者となった。ハーディカヌートの死後の1043年4月3日、ウィンチェスター寺院でイングランドの王として退官された。1045年に結婚した妻、エディスの父であるウェセックス・ハク・ゴドウィンの勢力に対抗するため、 ノルマン人を教会と国家の高い地位につかせ勢力の均衡を図った。ロバート・オブ・ジュミジエルをカンタベリー大司教に据えたことなどが挙げられる。ゴドウィンはエドワードを王に衰退したのであるが、エディスとは形式として婚姻関係を結んだに過ぎず、エドワード自身は中道士としての純潔にこだわったため、後継ぎを設けることがなかった。年にマーシアやノーサンブリアのと、 共同し、ゴードウィンを宮廷から追放することに成功したが、翌年にゴードウィンと息子、ハロレド・ゴードウィン・ソーンは亡命地から帰還し、逆にノルマン人の有力者を追放することになった。1066年死去。おいでイボアニエドマンド2世の息子エドワード・アシリングを後継者に定めていたが、1057年に亡くなるとまた、おい、エドガーを改めて後継者に指名した。 しかし、若すぎたことから、諸公会議はハロルドをイングランド王に指名、ハロルド2世として即位したが、弟、トスティとノルウェー王ハーラル3世、ノルマンディー公ギオーム2世が反発、最終的にギオーム2世がイングランド王ウィリアム1世として即位した。エドワードは支配者というよりは、心情としては、修道士で入弱と無意無作ぶりで、 サクソン国家を定着させる機会を意し、彼のノルマン人への信頼は、ノルマンコンクエストの下地を作ったとされる一方、後世に、徳の高い王者として成人死され、王朝の守護者として尊崇された。エドワードザンゲ王の信仰心は、1045年から1050年に、テムズガー上流に基礎を作られた、ウェストミンスター寺院によっても伺い知ることができる。ヘンリー三世以後、 イングランド王はエドワードが建てた聖堂で退官され、代々の王たちはエドワード・ザンゲ王の法を守ることを誓うこととなった。しかし実際のところ、ザンゲ王自身のものと考えられる法は一つも存在しない。エドワード・ザンゲ王は、ノルマン・コンクエスト以前の最後の王として、自由なイングランドに普及していたとされる法を象徴する人物として、年代記において理想化され、伝説となった。 死から95年後の1161年に、劣勢された。井上長幸、関の一郎編、ウィズダムエイワジテン第4版三聖堂、2019年。ISBN 978から4から385105925。指明広、造歩審判図説イギリスの歴史、川出処方審者、2015年、166ページ。 ISBN 978から4から309762340カイラブリューメイトランドイングランド憲法思想文社1981年 P5 ありがとうございます